世界一宿泊代金の高いホテル、まあ、ネットで調べますとね、あのスイスのプレジデントウィルソンというのがまあ900万とか700万とかって出てくるんですけれども、私どもそのホテルのサイトで調べたんですけども、どうしてもその金額にたどり着かなかった。それで私どもがですねお調べした中で一番高いお部屋のホテル、それがですね、モナコにありますオテルドパリモンテカルロ、ここのですねダイヤモンドスイートシリーズの中の、まあ、グレースケリーのさんのお部屋と、それからレーニエ3世モナコ公のお部屋とあるんですけども、まあ、このモナコ公のお部屋ですね、レーニエ3世さんのお部屋が一番高くて一泊なんと4万5000ユーロ、日本円で約600万円です。写真の真ん中にお二人の肖像画が飾ってあります。機会がありましたらぜひお泊まりになってみてください。